消毒です。お姉さん。ひみ頑張れ。頑張れ。ひみ頑張れ。せので引く。頑張れ。花火だ、やった。いいじゃん。ね、なんか、すごい。すごい。家帰ったらできるね、花火。やった。しーちゃん頑張れ。今日はハードル上がったくない？ハードル上がったくない？そうなんですか？でも雨降ってるからね。夜降ってなかった。頑張れ。おかしいだ。もうお菓子決定ですね。じゃあもう一回やるな。お菓子やお菓子。いいですか？サービス。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。頑張れ。姉のメンツを保つんだ。頑張れ。いけ。いくよ。いくよ。さすがね、持ってますね。持ってますね、運を。あ、いい意味で持ってる。ありがとうございます。やった、でもよかったね。可愛い。ありがとうございます。欲しい。お、倒れた。来た来た。ナイスナイス。お、倒れた。すごい。いかなかったけど。でもまあ何も当たらないよりかは良くない？良かったじゃん。じゃあレミちゃん、会見。はい、失礼いただきました。レミちゃん頑張れ。頑張れ。お、あ、倒れた。一応倒れた。いいじゃん。取れると楽しい。うん。おお、いいじゃん、いいじゃん。落ちた、落ちた。すごい。上行っちゃった。残念、上行っちゃった。まあ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 、でも、お菓子一回取れたから。ありがとうございます。あと一回どっちやる？こっちか、こっちか。こっち？じゃあ、千本釣りにかける？ゆみちゃん。オッケー、じゃあ、二人とも。大きいゲームがあるから。はい。頑張ったら取ってよ。わかりました。ここからは運だね。運だね。リミ、頑張れ。いい、どっち？リミ、今日ついてるかもしれないよ、少し。凍結はこの4つのうちの1つです。頑張れ、頑張れ。あれ？すごいよ、何？すごいよ。やったじゃん。ありがとうございます。やった、やった。やった、これで遊べるね。やったじゃん。見て可愛くない？アイス手にここ。やったね。2連発。やった。やったじゃん。すごい。ありがとうございます。やった。遊べる。はい、ということで次にね、この宝探し、これについてるこの宝探しチャレンジに行ってきましょう。ヒントが書いてあるね。1回、2回、3回で足だけのお風呂、牛乳瓶、美味しいね。なるほど。まず足だけのお風呂行きましょう。これは多分足湯なんだけど、今日さ雨だからさ足湯閉まってるんだけど、どうすればいいの？多分場所に行けばある。そうか。じゃあ足湯のとこ行こう。行こうか。足こっち？こっちか。ちょっと待って、あった？足湯来ました。どこ足湯の？今日ここは入れないんだよ、りみちゃんね。残念ながら。明日やむかな。足湯入りたかったよね。で、足湯のこっち側に。あれ？ハリー・ポッターみたいな世界観の。あるじゃん。うん。ハンコありました。ハンコ、じゃあこれ押してください。いいよ、押した。これ3つ押すとどうなんの？3つ押すとその売店で景品がもらえる。ああ、そういうことね。お、たしました。子供はもう大喜びのギリギリ子供だから。しーちゃんも来年からこれできないんだよ。小学生は今年で終わりだもんね。この動画のエンディング、しーちゃんがジャンプしてる。大喜び。それがエンディング。もう子供大喜びのさイベントですよこれは。子供に見えないけど子供。宝探しといい、スタンプといい。はい、じゃあ次どこ？ね、このさ瓶牛乳。瓶牛乳だって。2階の瓶牛乳。牛乳売り場かなじゃあ。そうだね。これですね瓶牛乳。これですね。わかりづらいけど一応瓶牛乳です。右側にあるのがこれ。これの右側にあるのが。なんで私と同じことに言った？ごめん。なんで。あった。よし、あげましょう。あげましょう。おお、今度なんか怒りマークみたいな、ね、あ、怒ってるよとかじゃないその怒りじゃないの暗いな、ここね、船止めるやつそう、そっちの怒りだからでも最後のさ、ヒントわかんなくない？おいしいねおいしいねしか書いてないのご飯3階のさ、ご飯売り場かな3階ご飯なの3階ご飯なの3階しかもご飯ないからあ、かわいいこれ。あ、かわいいこれ。かわいい。いくよ。うん。お、かわいい。かわいい。ちょっと薄かったけど。しーちゃんが液いっぱい取っちゃった。ごめんなさい。いやいいけど。よし、じゃあ最後。最後は3階のおいしいねが。おいしいねって何？ご飯？地図見たらわかると思うんだけどさ。じゃあ行ってみよう3階。階段で行く？3階レストランしかないもん。そっか、じゃあもう3階でレストランだね。おいしいねに向かいましょう。あった、もう見つかっちゃった。階段登った上にあったやん。ちょうど真上だ。食堂がね、後ろ横にある。ありました。もう見つけちゃいました。はい、開けてください。おお、帽子。じゃあ、押そうか。ここについて。まあ、オッケー。よし、これで売店行けば、なんかもらえます。もらえます。何もらえんだろう。何かをお楽しみだよ。そっか。お金かな。トップシークか。お金は多いな。小学生にお金くれないよね。子供のお金がもう一番あ、それこそうまい棒とかじゃないはーい、ここジュースだでもこれしーちゃんはありがとうございますレモネードもしました。ご飯です。バイキング。すごい。いっぱい取ってきたね。めっちゃ取ったよ。海鮮丼も、ママが作った海鮮丼。自分でね、作れる。納豆入れたんだけどさ、ネバネバで全然取れなかった。確かに。取りづらかったよね。取りづらかったこれは。ステーキも。はい、めっちゃ美味しそうです。で、天ぷらもありました。はい、食べれるかな。天ぷらも取ってきたよ。はい、じゃあいただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。目が映ってない。あとはお腹いっぱいですね、りみさん。あとは寝るだけ。お風呂入んないのも。入ってちゃう。もう入んないの。あ、もうすぐ汁あるから。あ、ママが挟まれる。あ、どうぞ。いいよ。よーいスタート。早くない？しーちゃん負けんの。よーいスタート。しーちゃんも弱くない？よーいスタート。ああ。これはどういうことかな？最初はグーじゃんけんぽい。やべえ。最初はグーじゃんけんぽい。イエーイ一番。1番の人どうぞ。あ、サイコロを振ってください。あ、そっか。で、5ってどういうこと？ 5 個のせんの？マジ？そういうゲーム？そういうゲームだよ。ちょっと待って。まだ動くよ。もうダメだ。だってこういうことでしょ？こういうことでしょ？彩りよく。できました。はい、次の方。3。これも4人。え、これ無理じゃね？これ4人でやるゲーム？でも2から4。意外と耐えれるのか。意外と耐えれるんじゃない？もう無理じゃない私。お、いったよ。次、しーちゃん。あ、3。じゃあ3個乗せてください。ああ、やめろ。やばい。この辺。好きなとこ乗せない。怖い怖い。怖い。もう全部濡れてんじゃん、結局。おっとせ。はい、次パパ。これ6出たらもう終わりだ。6だせー。え、ずるいよ、ダメだよ、そんなの。やめて。はい。やべえ。そうです。はい、5個乗せて。インチキで。いいよ。5個乗せてください。ちょっと待って。はい、5個ね。なんで何回もやる。はい、1個。これ優しく乗せたらいけんじゃない？今の優しかった？変わらなくね？空中から。あ、わかった。ビー玉の上に乗せればいい。ほら。そういうのでも重みです。重みが2倍だよ。そっか。3個目。え？やべえ、来た。やばくない？これ次の人。やばい。結局ママじゃん。結局ママじゃん。あ、ここね、硬いとこだ。見えた。あと1個。やばい。ここ大丈夫だ。え、ああ。言われました。まあ。パパは映ってないから大丈夫。映すわけないじゃん。マッサージですか？はい。偉いね。毎日ちゃんとマッサージしてて。マッサージです。最近買いました。何それ？ああ、買ったね。そう。これいいんでしょ？ボディクリームみたいな。そう、これを塗ると摩擦がね、なくなってね、もうツルツルいくの。ツルツルいくんだ。ツルツルいくの。めっちゃ伸ばして。うん。偉いですね。はい。太ももはもうめんどくさくてやってない。最近ずっとロングスカートだから、そうだね、とりあえずふくらはぎやろうみたいな。なるほど。時間がないとできないからこういうの。そうね、そうなんだよ。ついつい漫画とか読んでると、あ、やっべえとかなって1個ぐらいしかできない。1本通り。確かに。はい、ということでね、もう今もうすぐ10時ぐらいなんですけど、はい、今9時47分です。そうだね、もうすぐ10時ぐらいで、はい、まあ今日はね、っていうかもう最近ずっと雨だからね、お外に行けないっていう、ね、すごかったね今日も朝からじゃんじゃん降ってね。入れなかったし、あと足湯入れなかったし、花火できなかったし、カニ釣りできなかったし、そう海辺、窓から海見えたと思うんだけど。海行けなかったしね、磯遊びっていうの、残念でしたね。ということで何もすることがないので部屋でグダグダして、あとは寝るだけでございます。まあ明日も多分雨だからね、まあのんびり行きましょう。はい、バイバーイ。